皆さんこんにちは、私は、大阪府立大学の職員でボーカリストとしても活動しております八尾まりなと申します。本日ピアノを務めていただくのはアミュージング4というバンドで活動している上彩香さんです。よろしくお願いします。というわけで今日は、OPU のインスタグラムでライブをさせていただくんですけれども、なぜ今日やってるかと言いますと、今日はすいません、中本キャンパスからお届けしてるんですけれども、今日4月の4日に実は、大阪府立大学の桜祭りというのを、予定していて、それに私たちも出させてもらう予定だったんですけれども、ちょっと新型コロナウイルスの関係でちょっと出られなくというか中止になってしまったので、今日代わりに少しだけ皆さんに春を告げる曲をお届けしに参りました。で今日今ここなんですけれども、普代池という池の周りでやっています。普代の真ん中にある池なんですけれども、皆さん見えますかね、あそこあそこの綺麗な桜見えますかね。あれは早咲きの陽光という桜で、もう綺麗にかなり綺麗に咲いています。でその前にちょっとだけ咲いているのがあれ、ちょっと早めのソメイヨシノですね。なんて言った今、ソメイヨシノですね。でこの周りにはソメイヨシノがバーッともうちょっとしたら満開に咲いてくれると思います。すごい綺麗なので、ぜひもうちょっとしたら見に来ていただけたらなと思います。というわけで、今日はちょっとまだ桜は少ないですけれども、春の訪れをこの歌で呼び寄せたいと思います。ではまず1曲目から早速参りたいと思います。では花水木聴いてください。Oh,
がとうございます。ありがとうございます。だってね、あの見に来てくださってる方もいらっしゃいました。拍手いただきましてありがとうございます。というわけで1曲目、花水木ひととよさんの、花水木をお送りいたしました。では、早速次の曲に参りたいと思います。次の曲はちょっとしっとりと、いきたいと思うんですが、今のねネットが大丈夫ですかお姉さん、はい、今すごい助け合いが必要な時間だなってすごく今の世の中を見ていて思うんですけれども、その世の中を見てこの曲をぜひ歌いたいなと思って持ってきました。中島みゆきさんの糸という曲をお届けしたいと思います。が見てくれてるのか私たち全然把握してないんですけれども、見ていただいてるんでしょうか。ありがとうございます。というわけでめっちゃ早いもんですが最後の曲となってしまいました。私たち今日あの赤の服で揃えてきて、譜面台も赤なんですけれども今これ撮ってる iPad も赤なんですけれども、なんで今日赤い服を着てるかと言いますと、あの今絶賛放送中の、あの NHK の朝ドラのスカーレット の、 あのオープニング曲でありますスーパーフライさんのフレアを今日お届けしようと思って、衣装もそれに合わせて買ってきましたいかがでしょうか
今日ねテンション上がってますけれども、今日はね最初曇ってたんですけれども、だいぶ日が差してきてすごいいい感じに明るくなってきました。皆さんが見てくれてるからかもしれません。ありがとうございます。というわけで最後お送りしたいと思います。改めてピアノはアミュージングフォークから上彩香と、私ボーカル八尾まりなでお送りしました。ありがとうございます。というわけで最後に、フレアをお届けして終わりたいと思います。負ける